で今回その徳丸さんに、お願いして今自作楽器とかそのいわゆる日用品を使ってこう舞台上で演奏するっていうことになんで興味があるかっていうと僕はその昔こういうふうにねちょっとどうしたんですか落ち着こう、こういうことをしたくて、でこれまさにね見終わった後に家に帰ってこう子供がこうこんな感じでねコンカンってこう鳴らしながらえプロデューサーいやあれどうもありがとうございました。